とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備を使ってみようと思います。これ。影の衣ですね。倉庫に眠ってたやつをカスタムしてみました。クールダウンが3。そして、ヘルスシナジーがついてます。以前の動画で、クールダウン5に無敵になるスキルをつけた防具を使ったんだけども、結構強かったんだよね。ほぼ無敵ビルドってやつで。結構強かった。で、この影の衣も無敵になるスキルがついてて、で、クールダウン3でも羽を2つ装備すれば、こんな感じで、ほぼほぼ無敵でいられるみたいなんだよね。羽は2ついるけど。で、これで、ちょっとやってみようかなと思います。まずは、羽を2つ装備して、雷の矢筒。で、矢が溜まってきたら、ドラに変えていきましょうかね。うん。多分結構強いと思う。火力は、かなり、こんな感じで出るので、いいんじゃないかな。まあ、行ってみましょう。それでは行ってみましょうか。このね、羽を交互に使うようにポトンって押さなきゃいけないのがちょっとコツがいるんだよね、うん、両方一緒に押しちゃうとこのぴょんぴょんができないんだよな。なのでこの押し方が若干注意。まあまあもう慣れたけどね、まあ、慣れるほどもないけど。はいはいはい、 OK、いいんじゃないですか。で、いやーもう矢筒を使ってるので、そんなになくならない。うん。やっぱね、このビルド、結構ね、矢が、あーやばい危ねえ、溶岩超落ちた。矢がすっごいなくなるんだよね。なので、矢の確保っていうのが結構課題なんだけども、まあ、これは矢筒でなんとかしましょうかね。うん。で、矢が出てきたら、これで。あー、うん、そうね。ポール系の弓を装備していって、増やすっていう手も、まあ、ありますわな。でも、いいか。今回は、その雷の矢筒を使って、ぼちぼち、やっていきましょう。うん。ダメージはね、やっぱずっと無敵っては言ってるけども、着地の瞬間ぐらいが無防備になるんですよ。うん。無防備になるんで、そこに攻撃をされると食らっちゃうんだよね。なので、まあまあ、ほぼほぼ無敵ではあるけども、若干ダメージは受ける。でも、そこをヘルスシナジーで、ゴリゴリ回復する。っていう感じだね。あ、ただしあれだ。これはもう常に攻撃を入れてるんで、トゲに反応することがなかなかできないと思う。なんでトゲが来たらやられます。まあ、それは仕方ない。うん。完全無敵のビルドってなかなか難しい。いや、無理じゃない？完全無敵っていうのは。いや、無理だと思うんで、まあいいでしょう。うん。とにかくかなり安全なので。うんうん。うわ、これ、やけどにも全然対応するよ。やけどでも全然 OK。以前のやつは、やけどにはちょっと弱かったんだけども、ヘルスシナジーを入れたことで、常に回復していけるので、いいね。いけてる。これ、あれどうだろう。ゴーレムは倒せる。ま、多分弓のね、クールダウンショットに依存せずに、ぴょんぴょんしてるんで、楽勝でいけるんじゃない？ゴーレムも。多分。まあ、ゴーレムとか戦うときには、ドラを装備した方が良さそうだけどね。まあ、ドラなしでちょっと、ゴーレムいっちゃいましょう。うん、ダメージ若干受けても即回復する。いけ。余裕！火力すごい！はい。では、このまんま、キャプテンを倒していく。あ、変更だ！あ、
先行も大丈夫だわ。先行で跳ね返ってきたやつも、その間無敵だから、効かない。うん、でダメージをこう若干受けたとしても、ヘルスシナジーで速攻回復できる。おー、これは強い。ちょっと待てよ。まずはお前らを倒して、旗を取りたい。旗取らせて。何？拝殿を持ってる。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、まずこっち上を取らせて。変更拝殿やべえな。プレイヤーダメージ 60% 減少。で、脅威ね。はい、行きましょう。やべえな、こいつ。いや、動きにくい。じゃあ。あと3体か、キャプテンが。いるね。ほぼ基本的にキャプテン、全部いるとこだと思うので、取っていきましょう。なんか変更ついてるよ。変更と回転だな、これ。ちょいちょいちょい変更動きにくい。うん、変更、まあまあ、食らわないにしても、動きがね、このノックバックみたいなので、制限されてダメだね。うん、ダメだわ。はい、なんだモブダメージ 160%。 もう帯電一発食らうだけでも結構やばいダメージな。うわ、トゲだし、もう OK。 あ、トゲも今ダメージ受けなかったな。あれか、こっちが無敵になってる時に攻撃をすればトゲダメージすら防げるのか。多分それで合ってると思う。あと一体いる。どこだお前か。よっしゃ、やけどがいる。でもなんとかやってる。よし、あきつい。でも全部倒すよ。あ、やけど帯電ね。いやー、ぐいのが来たな。で、脅威が3ですね。はい。あ、もう矢がだいぶ溜まってきたので、そろそろ、ドラに変えてもいいでしょう。うん。では、ボスまで行っちゃいますね。では、ボスまで来ました。ここでドラに変えてから行きますね。いやー、このね、帯電ってやっぱりきついな。きつい。帯電プラス、なんか、変更とか、味方回復やらね。なんかそういうのがつくから、これきつい。ドラに変えていきますね。はい。あと一回やられれば終わりですけども、まあ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 、大丈夫でしょ？おそらくね。サクッと倒しましょう。プレイヤーダメージ 60% 減少なのかな。固まった。ダメージ減少がね、やっぱね、結構いっぱいですね。よし、終わり。はい、来い来い来い。あ、うまいことドラを発動させて攻撃したいんだけどね。いや、これレーザー無理か。レーザー無理だな。あ、いや、いける。うん、レーザーの時にうまいこと。やばい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 。いや、でもいけてる。やばい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 。レーザーの方に行くな、レーザーの方に行くな。よし、ダメだ、落ちる。よし、行くぞ。もうちょい、待て待て待て。よし、交互に使え。待てよ、待て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 。よし、レーザーをうまいこと無敵で乗り切れ。どこだ本体は。よしよしよしよっしゃ、はい、いけたー。ああはい、それでは戻ってきました。レーザーとかもね、無敵をうまいこと使えば、全然避けていけるんだね。
うん、今日はただただ突っ込むだけだったけども、ちょっと考えたりすればいいのかもしれない。うん、まあボスを選んだらいいかもね。ゴーレム系のボスだったら、ただただ突っ込んで、攻撃をするだけ。こんな感じか。ちょっと待って、こんな感じか。ゴーレムに向かって突撃して、こんな感じで攻撃すれば、速攻倒せるんで、まあまあ相性とかがあるんでしょうね。はい。ということで、今日はこれ、影の衣のクールダウン3、そしてヘルスシナジーがついたやつを使ってみました。耐久力抜群です。抜群。まあ、これは出すのはなかなか難しいと思います。うん。でもまあ、クールダウンがついたね、影の衣を見つけたら、やってみてもいいんではないでしょうか。もちろんギフト会でも配ってますので、よろしくお願いします。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。